どうもソプラビットの達也とある人とトゥルスということで、今回は聖徳太子がコロナウイルスを予言していた件についてやっていきたいと思います。ありがとうございます。また予言ですか？そうなんですよ、はい、消防士始めたんですか？さっき消防署の前通ったらめちゃくちゃ見られました仲間や、ね、仲間やと思う。ブレイブハートやそれ海猿やん。聖徳太子、僕らも動画にしてます。ざっくりわかりますか？どんな人物か。まあ勉強してきたでしょ。いやそうよ、もちろんもちろん。どんな人？なんかヒゲ生えてるよ。あ、そう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 。で、ボーカルやってますよね。なんの、アクアタイムズでボーカルやってますね。それ太子やあれ太子じゃないですかまあまあまあ確かにね、死が違うのかな。そうか、うん、志してるもんな。そう、まあざっくり説明すると、聖徳太子というのは天皇中心の中央集権国家を目指す天才政治家だった。政治家なんだ。実はね、今の説明で分かる通り、天皇最強、もう俺らの言うこと絶対聞けっていうのを最初に、なんかもうなんて言うんだろうね、自己中作った人。自分中心だぞって、そうそうみたいな人で、でその人の予言が結構当たってるっていうのを僕らは以前動画でもやったんですが、その中に実はコロナがあったと。なので今回はそれを紹介していきたいと思います。じゃあまずそもそも、なんで聖徳太子の予言がこんなにこの世に伝わってるかっていうと、未然本義っていう聖徳太子が作った本があるんですよ。でそれには何が書いてあるかっていうと、要するに未来はこうなるんじゃないか、だから注意しようぜっていう、要するに予言書なんですよ。これがあるからこそ、そこに書かれてる内容がどんどん当たってきてて、あ、これマジもんやんということで、聖徳太子やばくねってなってるわけですね。でそこに書いてあるのが、まず一つ目、首都は東北に移動する。今後そうなるかもしれないってことでしょう。というよりは、聖徳太子が未然本義に記していた2020年の予言なんですよ。っていうのがこの難しい、見たことない字の神帝は北の地に何とか里何とかの何とかを建つと。そうだね、の山の何とかを開き、うんうん、の都を建てる、はい、つまり2020年東京は東北に変わるという、首都が変わりますよっていうのを書いてるわけですよ。どう思う？これゆり子聞いたらショック受けるぞこれ。まあね、やっと慣れたのにね。そう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 、東京のボスに。でまあこれはまだ信じがたいじゃないですか。まあ今年ですからね。そう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 。で他の予言もあります。2020年にクハンダが来る。クハンダの正体はコロナウイルスではないかと言われてるんですよ。でこのクハンダの正体っていうのは何だろうっていうところで、読み解いた書物が出てまして、これっていうのは隕石の襲来、核攻撃、火山爆発、原発事故による放射能汚染などいろいろ考えられるが、かねてよりこの筆者は大地震だと考えてきたわけですよ。でも最近になってクハンダとは世界規模で蔓延し始めている新型コロナウイルスのことではないかっていう考えに至ったらしいんですよ、分析の結果。はい、でなんでこれに至ったかっていうと、日本でも最も有名な聖人と言っても過言ではない聖徳太子が、そのクハンダが東の都を襲って壊滅させるっていう内容の予言をしてるんですよ。で今2020年、うん、東京を襲って壊滅させるのは何か、これコロナなんですよ。確かに。でもしかしたら東京がダメになっちゃって東北に移るかもってことか、うん、そういうことなのよ。だから聖徳太子は、まあ実在しないとか言われてるけど、いやマジですごい人として実在してるんじゃないかっていうことですね、はいはいはい、このクハンダ小原さんはさはいはいはい、え、あれクハンダ、ちょっと見間にクハンダになったの。いや、ネットショッピングのやってますよね。やってるやってるけど、クワバタなんだよ。クワバタで、これクハンダなのよ。ちょっと、難しいな。難しくないよ難しくないよでまあこんなにね、まあ当たり始めてる聖徳太子の予言なんですが、その予言っていうのは悪いものばかりではなくて、うん、希望が見えるものも残してるんですよ、うん、っていうのが埋蔵金が発掘されるっていうものですね、うん、はい。で未然本義に記されている文章によると、初めて金を掘る、これより金銀大いに多くを試す、以後財宝美貌は美貌時たりということで、訳すと、埋蔵金が発掘され巨大な財を成し、お金のない状況から解放されるっていう内容の予言です。でこれっていうのは、新型コロナウイルスの蔓延で危機的状況に陥った日本経済が埋蔵金の発見で救われるという予言ではないだろうかと、この筆者は考えています。で埋蔵金といえば徳川埋蔵金が有名であるが、同様に黄金伝説っていうのは日本各地に残っているので、これが
あながち間違いではなければ、2020年のうちに実は金出てきましたっつって、今のコロナショックが全て経済的に救われる可能性があると。金取ったぞ。そう。黄金伝説だけに。あれ黄金伝説でしたよね。合ってますよ。はい、もうちょっといい反応してもらいます。あの僕ら多分昔都市伝説やってて、なぜ徳川の埋蔵金を発掘しないかっていうと、歴史が変わってしまうからっていうふうに俺らやったはずなの。そうだね。でもこれがもし本当だったら、コロナのせいで歴史が変わっちゃったから、もうみんなで徳川については隠して、埋蔵金だけ出てきたらいかってなってもおかしくない状況や。それぐらい危機やから。そうだね、確かに。俺ね、これね、ちょっと信じちゃうかもね。確かに。そして聖徳太子はですね、2020年だけではなく2030年の予言もしてます。あと10年後。そう、これっていうのは、この世は宇宙が崩壊するほどの大打撃を受け、子孫の代まで苦しむっていうものですね。地球ぶっ壊れる的な感じだよね。そう。で、これに関してこの筆者が読み解いているのは、2029年に地球に最接近する小惑星アモフィスが原因になるんじゃないかと考えているらしいんですね。小惑星が滅亡させるの？はい。小学生、小学生、小学生、もうそんなボイコットや小学生じゃなくて、壮大なボイコットじゃなくてね。で、これ実はイルミナティカードにもそういうものがあって、画像がこちら、うん、宇宙のようなところで右上に月があったりして、宇宙船みたいなやつかな。そう、なんかよくわかんないので、なんか対抗してんのか、なんか爆発してんのかっていうカードもあると。甘エビ7本ついてる。なんでやねん。何、ほんとよ、船盛りちゃうねん。だからこれで、まあ聖徳太子とイルミナティカードっていう2種類の予言がね、ここで出会ってしまうという。で、これに関して聖徳太子本人が昔の言葉で言ってて、だからこの筆者は小惑星じゃないかと思ったわけじゃないですか、うん、僕らがどう思うかちょっと冷静に聞いて判断してみて、はいはい、聖徳太子は言いました。私の死後200年以内に山城の国に都が築かれ、1000年にわたって生える。しかし黒竜が訪れ、都は東に移される。しかしその東の都は200年後クハンダが来て、親と7人の子供のように分かれるだろう。けど言ってることは分かる。もともと京の方にあって、うん、こっちの東に来て、あ、そこまで分かってんだ。そうなんですよ。で、この後上に行くよって。そう、平安京があって、うん、で、黒竜っていうのは、うん、黒船を予言してたんじゃないかって言われてるんですよ。ボビーでしたっけ。違うな、捕まってんな。都は東に移され、まあ、東京になったと、はい、で、その都は200年後に、まあ、コロナが来て、親と7人の子供のように分かれるっていうのが今回謎が解かれてない部分なんですよ。親と7人の子供のようになる。ビッグダディ？いえ、違うな。違うな。そういう子供もっと多いから、ね、そういう人間かもしれんけど違うな。ここをね、今回ね、考察して終わりたいんですよ。これはまだあれだよね、当たってないってことだもん。そう、ここは分かんないんだよ。クハンダまでもう来てるから、予言が正しければ。確かに。じゃあ、親と7人の子供は何なのかってところなんですよ。え、親がまず安倍晋三だとして、まあまあ、置き換えるとね、うん、7人の子供、麻生と蓮舫、あと鳩山さんでしょ、鳩山、あと増添さんでしょ、あとハリウッド、ターンハリウッドの名越子供の基準は何。だからこれもしね、動画見てる人で親と7っていう数字にまつわるこれじゃないかっていうことがあったら、コメント欄に書いてほしいんですよ。気づいてる人いてもおかしくない。そう、これがどうなるかっていうことなんですよね。これ当てれたら本当にそれが起こってくるから。そうそう、これ今回この件きっかけに天皇が動いて、うん、俺らの動画見てね、動かなあかんって思って、天皇が、そう、見てるから、登録してるからね、天皇、うん、そっから何年後かにもう向こうにしようってなっちゃうから。確かに。じゃあもう安倍総理も俺らの動画見てるから、見てる、記者会見で言うかもしれんね。今回トランプ大統領と電話で、うん、お話をしました。伊達のモノマネしてる。東京が首都ではなくなります。密です。新蔵さん、適当なこと言わないでください。密です。麻生さん、密です。お前は誰。ユリコ。ユリコなわけないよ。密です。釈迦ですね。あの、最後ふざけたけど、マジで7人の件、皆さん予想してください。はい、ということで、分かり次第またあの、コメント欄から有力な説が来たら、それを動画にして届けたいと思いますので、うん、皆様、高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ソーシャルディスタンス。また会おうな。ありがとうございます。クオリティ込みすぎる。もう何も考えなくていい。努力とか別にしなくていい。壊してもいい。破っ
二人重ね合う。